にちは、コージーです。ご視聴いただきありがとうございます。今日は久しぶりに食品の福袋、福箱、もったいない福袋ですね。今日のは1980円でだいたい5点から8点ぐらい入ってる福袋だそうです。では早速開けてみたいと思います。1点目、こちらロアカーガルディーナフィンガーズチョコレート。滑らかなチョコレートクリームを5種のウエハースでサンドし、ミルクチョコレートでコーティング。チョコレート好きのおすすめだそうです。チョコレートは大好きです。でもちょっとウエハースは苦手です。口の水分持っていかれるお菓子、食べ物ちょっと苦手ですね。ウエハースとかラスクとかバームクーヘンとかちょっと苦手です。はい、では2点目、ちっちゃいのが、2個入ってますよ。これもチョコレート、なんかちょっとビスケットっぽいですけど、かわいい。皆さんの絵のついたチョコレートです。はい、じゃあ3点目、これは何ですか。ストロベリーエリートミルクチョコレート、ストロベリー。優しい甘さのミルクチョコレートと爽やかなストロベリー味の酸味が見事にマッチしています。なんかチョコレート多いですね。嬉しいです。こちらは2023年の5月13日。全然大丈夫です。さっきののは、これは2023年の1月9日。全然大丈夫ですね。はい、では、4点目。美味しいマグロ醤油煮。おむすびの具やお茶漬けのお供に、かつお節入りマグロの味付けフレークだそうです。これは2023年の5月1日缶詰ですからね。はい、じゃあ5点目。はい、大好き山クラゲの醤油漬けも大好きです。こういうの、お漬物ですね。これは2023年2月の10日、すぐ食べます。これもじゃあ6点目。嬉しいカレーうどん、大好き。さぬきカレーうどん、こだわりの包丁切り麺、大好きなんですよ、カレーうどんって。これは23年の4月6日、全然大丈夫。昨日は私土曜日休みだったんですけど、保育園の給食がカレーうどんだったんですよ。すっごい悔しいなんか土曜日麺類が多くて、しかもカレーうどんだなんてとてもショックでした。でも嬉しい、これが入ってたから嬉しい。はい、では7点目。QBB ナッツカレー豆ミックス、わーい。カレー豆、カレー味の
衣でピーナッツを包んだサクッとした食感の豆菓子ですとか、バターピーナッツとかジャイアントコーンとかあられとか、もう大好きです。この小袋を一つで考えたら 1,2,3,4,5,6,7,8 点入ってました。これ1980円ってどうなのかな、ちょっとあの定価がわからないけど、まあフードロス削減になるんだったらいいんじゃないですかね。はい、今日の動画はここまでです。最後までご視聴くださってありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。